現実況劇団鳥のすめ。どうも鳥のすめ団総統です。今回もファークライ5続きの方やっていきましょう。なんだかんだ 2,3 週間投稿できてませんでした。すいませんでした。ちょっといろいろバタバタしていたり、ちょっとねファークライ5って結構編集大変な分類なんですよ。すごい長時間撮ってそれを凝縮するのでちょっと大変で後回しにしてました。すいません。でいろいろね、進めてみました。フェイスの方もレジスタンスポイントがすでにもう2まで溜まってるので、すでに何か起きる状態と。とりあえず今回はこちらをやっていきます。さあ、とりあえずフェイスの地域の方にやってきました。でここから俺が調べるつもりだったんだが、ここ数日で何人かパトロールがいなくなった。怖っ。喋りが苦手なウォーカーを覚えてるか？あんま覚えてない。あいつが行方不明なんだ。とにかく注意してくれ。飛行機も飛んでんだよな。お前が失うわけにはいかない。そう、第二段階にもうすでに入ってるので、この後フェイスのゴタゴタがねさらにこう激化していくわけですよね。ああいう空中戦闘とかもしていかなくちゃいけなくなるかもしれないな。で、ピーチーズっていう虎みたいのがいるんですよ。ジャガーだっけ、なんだっけ。で今いる場所がここなんですけども、ここからぐーっと上に行くとこのピーチーズっていう、まあ動物がいると。怒らせたの。あれを食いちぎられるの？あれを食いちぎられるの？あれってあれ？それはやだな。でそこにとりあえず向かいたいということで、このまままっすぐぐーっと行けばいい感じかな。まあ、なんかビークルとか拾いつつ行きましょう。道を歩む者たちは自ら選んでそうしてるの。あなたに彼らを止める権利はない。彼らは救済を求めてる。もう二度と彼らの邪魔はしないで。あ、祝福を受けたな。カルト基地の方を1個解放したんですけれども、祝福を受けたと表示されたので、これはメインミッション進みますね。来た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 。いやにしても久しぶりにやってもやっぱこのマップの作り込み方とかがすごいな、このゲームな。なんかやっててやっぱ楽しいんですよね。こういろんなメモがあったりして、こう舞台背景がねこう読めたりとかっていうところももちろんなんですけども、いやすごいなこのゲーム。なんだかんだ久々にやるとやっぱ楽しいね。なんか無言でずっとやりたくなっちゃうタイプのゲームなんですよね。実況に向いてるのか、非常に微妙なゲームなんだけどもね、めちゃめちゃ面白い。これはねその実況動画で興味持った人はぜひ自分でもねちょっとプレイしてほしい、そういうタイプですね。もう一機。気持ちよすぎすげえでっけえ橋だなこれ。でっけえな。川の規模が異常だよな。やっぱ日本ではなかなかないような規模感というか、自然の雰囲気とかがね。いや広大な大地だな。いやいいわ、なんか普通にゲームとしても面白いんだけども、自然を満喫してるようなそんな気持ちになるわ。あれペキーかな。ちょっと自然を汚すやつは許さないな。なあ、血で血を洗う、そういう場所だここは。頭をぶち抜いた。あとスカンクがいいのかな。あー薬漬けのスカンクかな。すまねえな。あーもう薬漬けだわこれ。クズリか、クズリ。なんだかんだピーチーズの場所までほぼ来てしまいました。このまま、人質がいなければ、ピーチーズのミッションの方を今回優先してやっていこうかなと思います。仲間が増えるしね、動物の仲間が増えるっていうのはなんかいいですよね。あとチーズバーガーっていうクマがねジェイコブの地域にはいたりするんですけども、まあ、そのうちそういうのも味方にしていきたいよな。チーズバーガーめちゃめちゃ気になるんだよな。だから余計ちょっとジェイコブの地域を最近つまみ食いしたくなってきてるんですけども。おっとフェイス現れたな。ちょっと待って、ピーチーズ目の前なんだけどな。ちょっと待って、フェイス現れたぞ。なんだメインミッションだな。現れた、目の前にいきなり現れたぞ。なんだこいつ、めちゃめちゃ話しかけてみたい。
あ、すげえな。こんなパターンなんだ今回。ああ言ってるよ。めっちゃ歌ってんじゃん。うく、クマいる。クマじゃねえ。さあということでちょっと迷ったんですけども、もうここまで来てるからピーチーズの方優先でいきたいと思います。フェイスは無視したらなんか消えちゃいました。で、そのまんま奥に行こうと。ただ空中からもだいぶバレそうだし、もうドンちゃんなんだよな常にな。もうどうしたらいいの状態なんだけども、だいぶ近くまで来たぞ。あと 140m ぐらいか。いやなんかすごい場所だな。こんな場所にいんのピーチーズ。なんか施設があるわけですよね。あ、来た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 。ここだわ。あ、あったあったあった。それかな？看板あるよね。こんにちは。おばちゃんがいるのかな？あ、いるいるいる。ミス・メイプル。ちょっと、老齢の白人女性が助けを求めてるのよ。無視するの？いや、無視しないわよ。あの卑劣な連中がうちを襲撃して、うん、ピーチーズを殺そうとしたのよ。なるほどね。復讐に向かったわ。すごいね、一人であいつらを食い殺すつもりよ。きっと近くのキャンプ場よ。あそこは脇の下と加工肉みたいな匂いがするもん。やだね。エデンズゲートの負け犬たちがいるんだわ。すぐにあの子なかなか口悪いおばちゃんだねこの人ね。餌を持つのよ。餌を持つのか。マリーナにいる女みたいにどこまでもついてくるわ。さあ子猫ちゃんを連れ戻して。オッケー、子猫ちゃんを連れ戻しに行くぜ。可愛い子猫ちゃん。ストーリーミッション追加、長押しで追跡と。あそこだね。あ、すぐじゃん。特別なおやつを取る。へえ、それを持ってる間だけ懐くとかやめてね。あとブーマーがいるから嫉妬するとかないよね。大丈夫だよね。あ、カルト教団がいてね、それを退治してピーチーズに特別な餌をあげることによって、まあ、懐いてくれるみたいなね、そんなストーリーだとは思うんですけども。めちゃめちゃ死体出てるじゃん。大丈夫かここ。あ、排除するか。じゃあもう普通にこいつらやっちゃっていい。これこれ、よし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 。そいつか。ほい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 。オッケー。で、これだね。武器ホイールからピーチーズのおやつを用意して投げる。投げた。あ、おびき寄せる。おやつでピーチーズを家まで。あ、おー、来た来た来た。びっくりした。これでこっちだよーと。あ、来た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 。エデンズゲートもやばいけどよ。なるほど。あ、これで元の家まで連れてくればいいんだね。言って。あ、かわいいじゃん。ちゃんと来てくれるじゃん。あ、道中にはでも敵もいたりすんだな。あんまり離れすぎてもあれかな。大丈夫かな。あ、よし、いい子いい子いい子。あいつらは倒しとく。オッケー、すまねえな。見ててくれ、移動する。わお、わお。ついてくるついてくる。あ、いやいやいや、待って待って、カルトもいるじゃねえか。しっかりなピーチーズを守って、でおやつも定期的にあげとく。あおー、よしよしよし、来てくれてるよ。いいよいいよ。結構遠い距離でも分かるんだね。いや、もういっそあっちまで投げたら分かる。あー、行くんだ、すごいね。よっぽどあの餌好きなんだな。あ、人殺しのクーガーを探すんだとか言ってるぞ。家の安全を確保すると。なるほど。おい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 、よくもやってくれたな、お前ら。ピーチーズを殺そうと。いや、結構な量いるぞ。あ、ごめん、お前を撃ったかもしれない。調整する。痛い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 。ちょ待って、フォートナイトならクラフトをしたい場面。よいしょ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 。いや、めっちゃいるよ、めっちゃいるよ。よし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 。オッケー。最近フォートナイトちょいちょいやりすぎて、あの撃たれ始めた時にクラフトを始めようとするっていうところありますね。ピーチーズから離れすぎている。なるほど。ピーチーズがおびき寄せる。あら、また遠く行っちゃったの。囲いの中かな。ここに入れればいいんだね。あ、入った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 。偉い。で、ミス・メイプルと話す。
ピーチゼラいな。で、おばちゃん。見た目より賢いわね。正直、もう会えないと思ってたわ。あなた、頭が鈍そうだったもん。すっごいディスってくるやん、このおばちゃん。そうね、この猫はあなたに譲るわ。なるほどね。ここ数日、水をくれだの、餌をくれだの、構えだの、うるさくされなくてほっとしてたの。行ってちょうだい、話は終わりよ。まさにこう、肝っ玉母ちゃんって感じだよね。この可愛い子猫ちゃん、ピーチーズ、言うて肉食獣だもんね。あ、パチ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 言って。あ、なになになに、視界がふわふわするよ。大丈夫？これなんか強制的に進むんじゃねえか。あ、ふらふらする。ゲージが溜まりすぎたんだな、きっとな。あ、祝福を出た。おそらく最近毎回嗅がされてる気がする。私たちが何をしているかわからない。まあ良くないこと。おお、あなたはあちこちで何の悪意も持たない人たちに暴力を振るって回ってる。ごめん。彼らは安らいでる。なんかやっぱ久々に見るとここ いなフェイスな。やっぱ可愛いな。あなたが信じてないのは分かってる。割とこう日本人受けもするような目鼻立ちしてますよね、フェイスさんはね。あなたの力じゃ変えられない。外にいるお友達は恐怖心の言いなりなのね。誰も理解してない。彼は違う。おお、示してくれるわ。幻想の世界だから何でもありだな。よう、新人。もうやばいんだよな、完全に落ちちゃってんだよな、この人は。ほら、大丈夫だ。最初はダンディーでかっこいいおっさんだったのにね、もうふぬけみたいな感じになっちゃってんだよな。船でしちゃう、一緒に。サンズの川になっちゃうんじゃないの？大丈夫？俺を連れ帰る気だろう。いいんだ。いいんだ、そっか、いいのか。彼女もみんなも。お前の気持ちはわかる。俺を助けに来てくれた。この人と戦闘とかっていうパターンもありえんのかな。違うんだ。やだな、それ。戻りたくない。ああ、もう快楽の世界に行ってしまってるよね。絶対に。絶対に。大丈夫か。自分の人生を考えてみたことはあるか。実際に何をした顔だ。どうだ。人は何にでもなれるっていうだろう。人気歌手、スポーツ選手、映画スター、誰でも成功できるってな。だがなそれは真実じゃない。ただ人に言われたことをこなし、平凡な人生を生きているだけだ。来る日も来る日も、自分には意志があると思ってるんだ。違う。深いこと言ってんだか、尻滅裂なんだか分かんねえな。いつだ。求められてる。だがそれはお前の人生じゃない。奴らの人生だ。自分で選んでると思うだろうが、それは嘘なんだ。幻想だ。この保安官にとってはもうこっちの方が現実みたいな感じになってきてるわけですよね、おそらくね。イエスマンはもうたくさんだ。なんか自分の心の使いみたいな弱い部分をフェイスはこうついてくるような感じなんだろうな。もうたくさんなんだよ、全てのことが。実際こう思ってたのもこの保安官の本音なんだろうね。上からの命令を受けて保安官として任務をこなすみたいなイエスマンなんかもう散々だと。そんな人生なんかに何の意味があるんだ。ここでなら自分にはずっと無縁だと思っていたものに手が届きそうなんだ。でもそれこそ幻想なんじゃないかな。幸福に。
ドラッグによって導かれるものは違うと思うぜ。うわ、この人と戦闘になりそうで本当に嫌だな。でもフェイスのこう卑劣な手だったらね、仲間同士で争うような風に仕向けるとかやってきそうですもんね。本当に重要なのはそれだけだろう。幸福だ。うわあ。でもこれは今幻想の世界に俺自身も入ってきてしまってるから、奴らのフィールドというか知らぬが仏。捕まえる、なるほど。祝福を信じるなと。自分自身を強く持つことによってこの幻想にももしかしたら打ち勝てるのかもしれない。ゲートを通らせるな。いやでもこれ今最速で動いてます。もう完全に天使の動き方と同じ。バークを捕まえろ。ルーキー助けるんだ。了解だ。このゲートをくぐらせてしまったらアウトだと。テイクダウン。放っておいてあげて。え、いや見せるね。さあどうなってしまうんだ。やったね。やったね。トレイシー注射の用意だ。お前落ち着くんだ。まあ見ろ、これを見るんだ。よし、やめろ。やめろ、薬を。やめてくれ。いや相当薬漬けになっちゃってね。やめろバークさん。ああ、暴れてる暴れてる。なあ、いいか、落ち着かせたいだけだ。ダメだ、薬を。ジナを下ろせ。祝福から簡単には戻れんぞ。主人公もでも相当やばいよ。よし、分かった。俺は大丈夫だ。ああ、来ないでくれ。よし、さあ横になれ。銃を下ろせ。ドレイシー、何も聞きたくない。嫌なこと話してた。最初からそう言ったでしょ。大丈夫か、ファンカン。主人公も相当やばいぞ。まあかつて仲間だったっていうところもあってね、思い入れが強いのは当然だよね。持ってるものを活用する、最大限に。それが俺たちだ。知らぬが仏。まだ続いてるかな、これは。どうなんだ。なんか検証系の動画だったらね、ここで殺したらどうなるのかとかやりたくなっちゃうんですけども、さすがにそれはやめとこう。連邦保安官を祝福から解放するとは信じられない。フェイスが放っておかないだろう。奴が戻ってくるぞ、用心しろ。いやでも一緒に戦える仲間になれるかどうかはね、わからないですよね。注射を拒んでたもんね。フェイスのバンカーを見つけて破壊してくれ。目開けてんだよな普通に、ね。とりあえず一旦ここで区切って、続きはねまた次回やっていきたいと思います。編集するとどれぐらいの尺になるかちょっと想像つかないんですけども、まあということでまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。